ドジャース大谷翔平投手が、本拠地でのレイズ戦でメジャー史上6人目の、40本塁打40盗塁を達成した。出場126試合目での到達は、2006年アルフォンソ・ソリアーノの147試合を抜いて、史上最速での達成となった。ロバーツ監督は試合後の会見で、40-40とサヨナラグランドスラムを同じ試合で達成、野球に台本はないけれど、台本だったらこれ以上のものは書けないよ、と称賛。今まで40本塁打と40盗塁を同じ試合で達成したことがあるかはわからないけど、さらにグランドスラムまで、まるでおとぎ話、一生忘れることはないだろう、とした。50-50を達成する可能性には、今まで誰も達成したことないんだよね。まだ1ヶ月以上残っているし、彼ならどんなことでも不可能じゃないよ、と話した。トリプルスリーと三冠王も取ってくれ。50-50だっていけるだろ。残りの試合数的にもホームラン10本ぐらい打てそう。漫画やドラマでこんな台本書いたらベタすぎて不採用にされるよ。こんな劇的な展開。マジで毎回漫画超えてくるな。40-40は過去見ても6人だけ。同日達成者はなしで史上最速。しかも初サヨナラホームランでグラスラとかもう言葉がないわ。忘れてるかもしれんがリハビリ中のピッチャーなんだよな。ただのホームランバッターなら歩かせても OK だけど、大谷は盗塁されてピンチになっちゃうから、迂闊に歩かせられないんだよな。過去4人はステロイド時代だから意味が違うよ。ボンズと同じ時代に現役だったロバーツがおとぎ話って言うんだから相当なんだろうな。マジでずっと鳥肌止まらんかったわ。いつも感動させてくれてありがとうやで。3割、50-50、OPS1.000、WAR7.0、これ全部達成できるやろ。